新旧クラブを比較すれば進化の度合いがよくわかる。ギアダーウィン研究所。パーゴルフギアダーウィン研究所所長の峰です。こちらが助手を務めてますライターの鶴原です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は、テラメイド、テラメイド祭りですね。そうですね。アイアンもありまして、とフェアウェイウッドですね。はい、フェアウェイウッドの方が、旧モデルの M3 と、新しい M5、M5 ですね。 M5 ですね。はい、でアイアンの方が、旧モデルの M4 と、M6。 はい、はい、結構そうですね、どっちも変わったんですよ ね、 旧作からね。結構変わりましたね。はい、まずはじゃあじっくり試してみて、していきましょうか。はい、結構構えた感じ、厚みもあって優しそうに見えるアイアンかなと思いますね。はい、球上がりやすくて、多分芯外れてるんですけど、はい、それでもあんまり飛距離落ちないかな。僕で5番アイアンで180だと結構飛んでるかなと思いますんで、ナイス。高さも出てくれるんで結構優しいのかなっていう印象ですね。なんか見てると左右ブレには割と強そうな、そうですね、はい、構えた感じもちっちゃくはないんで、その辺なのかなと思います。はい、構えた顔はそっくりですね。さすが後継機進化版という感じです。より上がりやすいのかなっていう感じですかね。ちょっと薄めでした。薄いですね。でもそれこのぐらいいってくれるんで、そうですね、ミスヒットには非常に強いのかなっていう印象ですね。はい、大きめのヘッドでちょっとグースもあって、球捕まえやすそうな、でも なんとなくシャープ感もありますよね。ああ、ちょっと捕まえちゃった。これはやばい飛びを見せるやつですね。もう5番でこれだけロフト立ってるともう3番アイアンみたいな感じですね。かなり今下目で当たりましたけど、こう下に当たった時の弾きの良さがすごいですね。すごいですね。音すごかったです。多分この溝効いてますよ。はい、球強っ。飛びます。飛んでますね。飛びます。十分旧モデル飛びます。はい、本当峰さんが言うように構えた感じはほとんど変わらないです。はい、本当感じだけですけど、より弾き感増してる感じします。ボール初速速くなってそうな感じはします。ヘッドがブレないですね。この辺でこうグラグラする感じが曲がりづらいです。はい、そうですね。はい、これは使えそうな感じがします。実際アイアン、はい、打ち比べてみていただいていかがですか。はい、この前作の M4 アイアンの、はい、まあ、全アイアンの中で見ても曲がりづらい、はい、直進性に長けたモデルだったんですけど、はい、まあ、その性能を生かしながらちょっとまた飛ばしに長けている方にいったのと、あと方向性どうなんですかね。方向性も良くなってますかね。ですね、私的にはこうちょっと球が上がりやすいかなっていうところと、はい、あとはまあ方向安定感がすごい増したかな。距離性能的にはどうだろう、そこまで僕はこっちが飛ぶっていう感じはしなかったんですけど、ロフトはまあ変わってなくて、そうですね、5番アイアンで、はい、21.5 度、はい、まあ、3番アイアンみたいな。そうですね、昔の3番アイアンですよね。はい、まあ、飛ぶのは飛ぶし、はいはい、まあ、足の3番アイアンより、はい、断然優しい。ウッド型のユーティリティと比べても、はい、まあ、遜色ないぐらいの優しさは、ね、まあ、どちらもありますけど、ね、
構えた感じで少し厚みもあるんで優しく見えるかなっていうところもあったりするんで、はい、そのあたりかなと思いますね。やっぱこのクルーテッドコーゼル で、はい、まあ、低重心になってたりとか、はい、あと M6 はここにブリッジがついてる、ね、スピードブリッジ、はいはい、でこれでこう当たった時 の、はい、この剛性感を高める効果もあるみたいですよね。少しやっぱり弾き感ありますよね、はい、剛性感を出すことでこのフェースの弾きもちょっと良くしているとこういうテクノロジーで、はい、あのしれっとこのフェーススロットがなくなったんです。なくなりましたねなんでその代わりといっちゃなんだけど、はい、このブリッジでその役割を果たしているそんなアイアンです。優しさは十分に感じたアイアンかなと思いますね。この前作の M4 はお客さんからの評判っていうのはどうでした、はい、意外と良かったんですよ。このシャフト 1g のシャフトなんですけど、はい、このシャフトフリーアンチ気持ちいいっていう方だとやっぱり他のアイアンいけないというか違うメーカーとか、はい、例えばタイコーバー M3 アイアンとかにはなかなか行きづらいところがあったんですけど、あの、まあ、今作もこれ85にちょっと軽くなってますけど、はい、あのフリーアンチ軽くて優しい、うん、あのシャフトがついてるんで、うん、割と楽には感じて打っていただけるんじゃないかなと思います。結構どっちもこう弾き感があるというか割と走る感じのシャフトですね、はい、それもあって球も上がりやすくなってるのかなというふうには感じます、はい、そうですね、はい、じゃあ2つ目、はい、フェアウェイウッド打ち比べていきたいと思います、はい、構えた感じもやっぱりちょっと小ぶりな印象ありますよね、うん、でも綺麗な顔のフェアウェイウッドかなと思います、はい、よいしょ。おお、全然球は上がってますね。いい子ですね。買おうかな好きになっちゃった。ちょっと好きになっちゃいました。ダフった。うん。ちょっとダフった分球浮いちゃいましたけど。おお。でも案外曲がらないで飛んでてくれるなっていうイメージですね。はい。顔ほど難しくない。あ、なるほどね、かもしれません。打ってみると意外に優しい、はいはい、大きな変更点としてはウェイト、うん、ヘッド素材ですよね。そうですね、はい、構えた感じどうですか。ちょっとヘッドのシェイプ変わりましたかね、うん、置いた感じ素直というかソールが割とフラットな感じがあるんで置きやすいかなと思います、うん、ちょっとヒール目当たったんであっち行っちゃいましたけど、はい、うん、フェースツイストフェースに変わってるんで、はい、あれもひょっとしたら曲がり幅半分ぐらいになってる本当はもっと曲がってるもっといっちゃってるのかもしれないですね、うん、弾く感じしますね。やっぱりあとチタンなんで、はい、ちょっといい音するあ、飛んだかもこれ。おスプーンとしてはまずまず、はいはい、あとヘッドの形状的にこう操作したくなりますよね。そうですね。本当構えるとちっちゃく見えますよね。はい、はい、ちょっとヒールかな。振り抜き感はとても良いですね、うん、あ、よく飛びますね。より出てますね、はい、やっぱスピンも少ないですし、うん、球が強いです。はい、結構フラットなんですよね、ここの角度、はい、そこがフラットなんで、はい、フラットに見せるんですけど、はい、実はシャフトアップライトかもしれない。ちょっと数値見てないんであれですけど、やっぱドライバーもちょっとフラットに見えますもんね、はい、うん、よいしょ。あ、ちょっと捕まっちゃいました。結構捕まりますよね、はい、捕まる子なのかも。ちょっと逃がしてみましたけど、はい、これチタンですけど、はい、そうですね、音はいいです、ね、音気持ちいいですよ。パキャーンって言うのかなと思ったら、はい、結構しっとりしてます、ね、言うんですよね。へー、 M3 と M5 でしたけど、はい、結構これはガラッと変わりましたよね、はい、そうですね、はい、まず構えた感じが、はい、そもそもそうですね、結構変わったなって誰でも思うぐらい、はい、
ちょっとこのカーボンクラウンにフラット感が出て平べったい感じはあるし、はい、形状的にもそうです、ね、まあ、オーソドックスな形状からは、はい、まあ、ちょっと変わったんだけど、はい、でもやっぱ構えやすいです ね、 そうですね、このツートンも、はいはい、あとは私はこう座りというかボールヘッドを置いたところが結構、はい、違うかなと、こういった感じのフェースの向きの感じなんかがすごく好きでしたね、M5 で。この M5 はツイストフェースが、そうなんですよね、前作なかったんですよね、フェアウェイウッドにも搭載されて、はい、なおかつチタンのヘッドになっていると、ね、はい、チタンの良さを感じますか。そうですね、はい、一般的にはあのフェアウェイウッドチタンにすると、うん、まあ、球が上がりやすくなったりとか初速が速くなったりとかっていうメリットがあるのかなと思うんですけど、まあ、そんなにこう球吹くような感じもなかったですし、そうですね、まあ、かといって難しすぎるのかというと意外とそうでもないのかなっていう印象でしたね、うん、はい、今のフェアウェイウッドってよく飛ぶじゃないですか、飛びますね、各社のものがもう、はい、でそもそも前のモデルもよく飛ぶモデルだったんですけど、はい、チタンになったメリットって飛距離性能というよりはどっちかいうと、はい、ソールのウェイト、そうですね、はい、大きく変わりましたもんね、はい、チタンにしたことによってここを重くすることができたんで、はい、そのメリットの方がひょっとしたら大きいのかなと、そうですね、ちょっとカチャカチャぜひぜひしてみましょう、はい、これ複雑な構造になってますよね、はい、でもよいしょ、面が動く感じなんで座り方変わらないんですよね、はい、今ちょっと一回ネジ外しちゃいますけど、はい、こんなに動くと、そうですね、これ一応3段階のみなんですけど、はいはい、これ動かすと球筋結構変わりますよね、結構変わりますね、はい、65g が動くんで重心かなり変わると思います、はい、でこれすごいなと思ったのは全然こう出っ張ってないんですよね、はい、そうなんですよね、前作ちょっと突っかかるとこあるんですけど、はい、今作は本当に平ら、これで結構使える人がまた増えるんじゃないかって気はしました、はい、座りの良さなんかもその辺から来ますね、はい、やっぱり今回はテラメド祭りということで、はい、フェアウェイウッドとアイアンでしたけど、はいはい、室内じゃなくて広いところでも打ちたいなっていう気分にさせる、はい、どっちも飛ぶクラスですね、なんか普段じゃ無理な距離からグリーン狙って打ってみたかったりとかしたら面白いと思いますね、はい、ぜひ皆様のゴルフクラブ選びの参考にしていただければと思います、はい、ギアダーウィン研究所いかがだったでしょうか。それではまた次回まで。